ポケモンソルジャーの A0 です。ヘルピンです。今年の1月21日に第37回シングル中の集いをポケソルで開催したんですけど、参加してくださった方、配信を見てくださった方、皆さんありがとうございました。そして今回第38回シングル中の集いが開催されることになりました。あっという間ですね。で、開催日は5月4日木曜日で、開催場所は大田区産業プラザピオで、めちゃくちゃ広い会場です。前回は3人1組のチーム戦のルールで行われてたんですけど、今回は個人戦になります。狙いはある、いろんなルールで試したいなっていうのと、決勝トーナメントのルールが少し変わってて、ダブルイリミネーション、ポケモンだと馴染みのない言葉かもしれないんだけど、普通のトーナメントと違って2回負けるまで終わらないトーナメント形式だね。超簡単に言うと敗者復活戦と。ポケモン対戦ってどうしても運が絡みやすいシステムだと思うんだけど、前回はチーム戦にすることで、実質日本選手のような形をとって、運の傾きを少しでも減らそうという意図があったんだけど、今回はそのダブルイルミネーションという方式を取ることで、運が悪くて1回負けてしまったとしても敗者側から勝ち上がれる可能性が残っているっていうところで、バランスを取ろうという判断で今回は個人戦になってます。運ゲー即負けっていうのを回避したい。さすがにチーム戦のダブルイルミネーションは時間的に不可能だったので、今回はチーム戦じゃなくというところです。また金額参加も可能になったので、対戦はしないけど観戦はしたいよという方もぜひご参加ください。見学参加は前回にはなかった要素やからね、これもぜひ活用していただきたい。でエントリー方法なんですけど、今から実際にエントリーのやり方を見せていきたいと思います。概要欄にシングル中の集いのツイッターのリンクが貼ってあるので、まずはここから飛んでください。固定ツイートのエントリーページのところからトナメルの申請フォームにアクセスをしてください。トナメルを使ったことないよという方は、トナメルのアカウント登録が必要になるので、新規登録からアカウントの登録をお願いします。開いたところでエントリーっていうのが見えるけど、ここはちょっと待ってって感じ。アカウント登録できたから即エントリーっていうのではなくて、まずそっからイベント詳細というところを見てもらって、エントリー方法っていう欄があると思うんですけど、まずこの1番ですね、大会ディスコードサーバーに参加というところのディスコードのサーバーの URL があるので、まずここを飛んでください。でこのディスコードサーバーに参加してもらったら、このサーバー内に記載されている大会のルールを確認してください。左側にチャンネル複数あると思うんですけど、今映っている全体進行だけじゃなくて、スケジュール、統一の流れ、対戦ルールなどなど全部読んでいただいたら、おしゃべりを始める前にもういくつかステップが残っていますっていうところがあると思うんですけど、これをクリックしていただいて、この4つのルールがありますので、このルールに同意するをチェックして送信してください。で、全てルールを確認し終わったら、もう一度トナメルの方に戻っていただいて、3番のルールチェックに挑戦し合言葉を入手というところをやってもらいます。全問正解するとこのエントリーに必要な合言葉が発行されますので、この合言葉を使ってエントリーしてください。ルールを読み飛ばしてしまったら意味がないので、その確認用ですね。前回ダメージ計算アプリの使用等を禁止っていうルールを設けていたんですけど、予選中にダメージ計算アプリを使用していたっていう報告を何件か受けていたので、そういったルールの間違いが起きないように、このルールチェックっていうのをしっかりやっていただければなと思います。ルールとして、定められている以上それには従ってほしいので、ルールチェックで合言葉を確認したらトナメルにてエントリーしていただくんですけど、これエントリーしていただく前にその下のメインイベントやサブイベント、あと開催場所等についても書いてあるので、全て読み込んでおいてください。右側のエントリーの中の一般からエントリー選んでもらって、ハンドルネーム、ツイッター ID、 SV ランクバトルの最高最終順位、合言葉をそれぞれ記入していただければと思います。最高最終順位を書く欄があるんですけど、あくまでブロック分けの参考に使わせていただきたいなと思っているだけなので、低いから参加できないとか低い方が良くないとか、そういったことは全くありません。敷居高いなって思ってる方は気にする必要はございませんので、2つチェックしていただいたら、エントリー料、支払い方法を選択というところをクリックしてもらって、支払い方法が事前決済のクレジットカードとコンビニ決済の2つがあるので、どちらか好きな方を選んで決済していただいてエントリーをお願いします。原則としてエントリー完了後の返金はできなくなっておりまして、どうしても返金を希望するという場合はシングル中の集い運営アカウントの方にお問い合わせください。事前支払いっていう方法がめんどくさいなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、この事前支払いをする理由としては、お金のやり取りを当日行うと受付がもうとっても
ても混雑して大変なことになってしまうので、それを回避したいという気持ちがあるのと、参加費2000円の256人規模ってなると、まあ、たくさんのお金を管理しなきゃいけなくて、そのお金の管理っていうのがとっても大変なので、今回はこの事前決済という形を取らせていただきました。まあ、こちらの方ご面倒かもしれませんけれども、ご理解をお願いします。今回は前回と違って招待選手という枠を設けていて、このシングル中の集いがもっと盛り上がるために、今回は5人の方に招待選手として参加していただきました。それぞれ5人紹介していきたいと思うんですけど、まずはケンさん。スマブラの競技シーンを追っている人だったら知らないわけがない人だと思うんですけども、スマブラプロでありながら日本最強のソニックセフィロス使いの方ですね。でそんなスマブラ最上位勢でありながら、ポケモンの SV もしっかりプレイしていて、まあ最終1000位台を獲得したこともあるので、なんかスマブラ最強だけどポケモンもしっかりプレイしていただいてるというところで今回招待させていただきました。そして続いてジャスポケさんですね。もう8世代からランクバトルで多数の実績を残している方で、9世代でもシーズン1最終4位という、とてもすごい実績ですね。シングル中でもいかんなくその実力を発揮してほしいですね。で続いてワッキーさんです。ワッキーさんも8世代の頃からランクバトルで数々の実績を持っている方で、まあ、特に代表的なものだと剣盾の最終シーズン最終1位というところで、もう8世代の最後を締めくくった方といっても間違いないでしょう。まあ、この人も非常に安定して高い順位を獲得しているプレイヤーで、配信とかもよくされてるんだけど、まあ、そちらの方もかなり参考になるところは多いよね。 SV でもしっかりと実績残されていて、前シーズンシーズン4では最終3位と5位、1桁を2ロムで獲得しています。続きましてバンビーさんですね。こちらは皆さんご存知 SV シーズン1最終1位、かつポケモン対戦がより楽しくなる動画を投稿する人気動画投稿者ですね。それを見てくれている方だったら、まあ、バンビーさんの説明する必要もないかなとも思うんですけど、まあ、今回も心よく話を受けてくださってありがとうございます。旧世代現環境最強プレイヤーといっても、まあ、間違いないです。今回のオフに関しても優勝候補の筆頭と言って間違いないでしょう。最後はライバルリさんに来ていただきます。これも説明する必要ありますか？ポケモン界を代表する超大手動画投稿者の方ですね。ポケソル動画初回に出演していただいているという縁もあるんですけど、参加してほしいとお願いしたら心よく引き受けてくれました。最近はこういった人前にあまり顔を出す方ではないので、まあ、ファンの方もお会いする数少ないチャンスとなっております。はい、以上5人の招待枠の方々の紹介をさせていただいたんですけど、とってもとっても豪華です。この方々に会えるっていうだけでも、まあ、参加する価値はあるんじゃないかな。実況解説は前回と同じくガチャさんとライトさんにお願いしています。何気なく言ってますが、ライトさんも超ビッグネームとなっております。このシングル中の元主催でもありますからね、ライトさんは。一応ポケソルからは自分 A0 とヘルピンさんと、あと箱船の3人が対戦参加として参加してます。切内さんは当日会場ではないところで運営に専念という感じになりますかね。そうですね、自分たちも昼休憩とか本戦終わった後とかならお話できる機会はいくらでもあると思うので、ぜひ皆さん参加していただければと思います。もし見かけたら声をかけていただけると嬉しいです。以上第38回シングル中の集いのお話をしていったんですけども、やっぱりこういう話をしていてもやっぱりどうしても敷居高いなっていう声があることは事実で、もう何も気にせずにぜひ参加していただきたいというのがもう心の底からの本音ですね。全然その辺は気にせず、なんか面白そうだなと思ったら迷わず参加していただけたらと思います。今回対戦予選で負けてしまったってなったとしても、サブイベントもあるので、まあ、ガチの対戦だけっていうところではなく、まあ、交流とかそういった面でもたくさん楽しみ方用意してありますので、お気軽にぜひ参加していただければなと思います。参加の締め切りは5月2日となっているんですけども、募集人数が埋まってしまった場合はキャンセル待ちとなってしまいますので、ぜひお早めに参加申請していただければと思います。どんどんエントリーしてください。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。